トベ、トゥービー、新メンバーの登場に反熱狂。滝沢秀明氏の YouTube チャンネルがさらなる進化。皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の前副社長、滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社トベ、トゥービーの YouTube チャンネルが、新メンバーの登場をティーザームービーとして発表し、ネット上で大きな盛り上がりを見せています。 この新たな展開にファンたちは興奮冷めやらぬ様子です。とべ、トゥービーは、ジャニーズ事務所を退所したアーティストたちが集結し、新たなエンターテインメントを作り出すプロジェクトとして注目されています。その一環として、滝沢秀明氏が YouTube チャンネルを通じてファンと交流し、新メンバーの登場を楽しみに待っていた方々に朗報が届けられました。 9月13日、トベの公式 YouTube チャンネルで、トーベ・チョンティーン・ DNA-04 ティーザーと題されたティーザームービーが公開され、これによって新メンバーの存在が示唆されました。動画では、新メンバーのシルエットが謎めいた BGM と共に映し出され、その存在にファンたちはワクワク感を募らせました。 ファンたちの反応は非常に熱狂的で、SNS 上では、ファンの方には一目でわかる、という演出が素敵、トベファミリーが増えて嬉しい、などのコメントが相次ぎました。この演出によって、トベのファンコミュニティは一層団結し、新メンバーの登場に対する期待感が高まっています。そして、最も注目すべきは、 この新メンバーが9月17日に行われる生配信で正式に発表されることです。飛べのファンたちは発表当日を待ちわびており、当日楽しみにしています。おう、誰かなと期待に胸を膨らませています。また、滝沢秀明氏自身もこの重要な発表にワクワクしているようで、ツイッターで、来た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 。 と発表を告知し、ファンたちと一体感を共有しています。飛べのメンバーとスタッフたちの情熱が、このプロジェクトをさらに魅力的にしています。一方で、ネット上では様々な憶測が飛び交っています。特に、8月31日にキスマイフトにを卒業し、ジャニーズ事務所を退所した北山博道さんが、新メンバーではないかとの噂が広まっています。 彼の誕生日と発表日が重なることから、ファンたちは期待と興奮で胸が高鳴っていることでしょう。最後に、飛べ、トゥービーの新メンバーの登場は、ジャニーズファンだけでなく、エンターテインメント業界全体にとっても注目すべき出来事です。新たな才能と魅力が加わり、飛べプロジェクトがどのように進化するのか、我々も楽しみに待ちたいと思います。 結論、9月17日の発表を心待ちにする飛べファンたちにとって、新メンバーの登場はまさに待ちに待った瞬間です。滝沢秀明氏率いる飛べ、トゥービーは、ジャニーズ事務所の枠を超え、新たなエンターテインメントの道を切り開いています。新メンバーの正体が明らかになる瞬間に、ファンたちの歓喜の声が響き渡ることでしょう。 これからのトベのさらなる成功に期待し、楽しみにしていきましょう。読者への挨拶、今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。トベ、トゥービーの新メンバーの登場について、ファンの皆さんと一緒にワクワク感を共有できることを嬉しく思います。9月17日を楽しみに待ちましょう。新たなエンターテインメントの世界が広がりますように、